あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。さらっと始まりました。ちいかチャンネルのお時間です。今日はですね、先日インスタグラムにちょっと掲載したんですけど、こちら謎の黒い箱。はい、謎の黒い箱、こちらをですね、今日は開けてどんなものなのかやってみたいと思います。はい、こちらもですね、謎の美人。はい、ローラ。ローラ、はい、カタログね。マイトレックス、マイトレックスというメーカーがいろいろと謎、うん、謎なんだわ。まあ、いろいろ商品が出てるんですけど、まあ美容系のメーカーです。よいしょ。見て、箱の。それではですね、はい、キラキラしてます。こちらですね、開封していきたいと思います。あ、すごい、ピタッと入ってますね。うわ、なんじゃんですか、このキラキラしてるのは。はい、それではまずこの箱、あっ、もう見えちゃいますね、もう見えちゃいますね。それでは開けます。オープン。はい、こちらなんですけど、はい、これはカラオケのマイクです。え、違うでしょ、絶対違う。絶対違う。これは違います。ここにボタン、 YouTube ボタンです。どういう、これは10万人登録の時にもらえる銀の盾ですか。違いますね。違いますか。七色に光ってるよ。すごい、ギラギラしてます。すごいですね。はい、もうね、お気づきだと思うんですけど、この方が愛用している、なんだろう、アンバサダーなのかな、うん、アンバサダー。はい、すごい、出してみてください。どうぞ。これどうやってるの。はまってるだけじゃない。はい、はい、すごい、こちらですね。そんなに大きいものはな。マイトレックス、マイトレックス、はい、の高級シャワーヘッドになります。見て、映ってる、うん、すごい、ま、映ってる、映ってる。マイトレックス秘宝ファインバブルプラス。はい、そうです。見てる、ちゃんと洗浄保湿保温を叶えるマイクロバブル、ナノバブルを最大2億7000万個放出、細かな泡が毛穴の隅々まで洗浄します。毎日の入浴が美容時間に変わる革新的なシャワーヘッドです。そうですね、肌も髪も美しく保ちたい方に、顔、ボディの肌荒れが気になる方にということで、今回ですね、これなぜ買ったかというと、立夏が頭かゆがるし、一花は頭汗の匂いがするので、なんかこういい方法がないかというふうに考えたら、よくねコマーシャルで、あのマジック消えるシャワーヘッドありますよね。ミラブル、うん、そう、それをと思ったんですけど、まあ、それだとまあちょっと面白くないかなと思って、他に見たらこちら見つけたので、こちらをですね購入しました。めっちゃあるよ、ほら穴が、はい、見せて見せて、穴めっちゃあるよ、はい、中心部分にもめっちゃ細かい穴、はい、で今回ね、リファと迷ったんだよね。あ、そうだね、そう、なんけリファ、そのファインバブル、 CM のマジックの CM のやつじゃなくて、リーファ、リファっていう、なんかもうどこのサイトでも1位を取ってるようなシャワーヘッドがあるんですけど、それと今回このマイトレックスのシャワーヘッド迷ったんですけど、うん、そんなになんかね、そうだね、引けを取らない、リファが1位なんだけど、軽いです、リファに引けを取らない性能を持つらしくて、うん、でリファより若干ちょっとだけ値段がね、そうですね、手が届きやすい価格になってるので、じゃあマイトレックス試してみちゃうみたいな感じで、ね、そうなんですよ。
それでですね、今日はですね、実際にこいつを使ってどれだけ洗浄力があるかっていうのを、おやんずの顔に油性マジックでいたずら書きをして、実際に洗浄力がどれだけあるか試してみたいと思います。なんか入ってた、カトリッジだね。いいですか、油性マジックでおやんずの顔面にラグ書きをします。イエーイ。この一立花ファミリーで、はい、ママちゃんも書いていいの？いいよ、ママちゃん。じゃあほっぺたやった。はい、日頃の恨みで、実際にあのシャワー行って、シャワー浴びてみたいなと。で、普通の今シャワーヘッドついてるんで、普通のシャワーヘッドだとどのぐらい落ちるか、でこのマイトレックスだったらどれぐらい落ちるか、ちょっとね試してみたいと思います。はい、うわー、 おたま正直めっちゃ期待してます。よろしく頼む。このシャワーヘッドにはめっちゃ期待してます。期待値高いです。はい、それではですね、まずはおやんずの顔に落書きをしていきましょう。イエーイ、イエーイ。まず私はこれから油性マジック、はい、はい、やっていきます。はい、書かれます。はい、市川アイライナー。ここはちょっと早送りになるかもしれません。え、肉っていう装置なんか
左側、左側を落とします。できるかな。はい、家庭用のだよ。はい、こんな感じ。あー、まあまあちょっと落ちてるかな。まあまあ、うん、眉のアイライン、アイライナーが薄くなった気はする。あと目の下にあるの。普通のでも落ちるっちゃ落ちるんだね。うんうん、まあまあ落ちてます。うん、そうだね。では次、次、はい、シャワーヘッドを取り替えてみました。イエイ。重さはね、そんなに全然気にならない、うん、ちゃんと収まりますね。で、はい、これが、すごい、わかりますか。これが一番の売りのマイクロバブル。すごい、ミストサウナ、ミストサウナみたい、うんうん、すごい。で、普通、わー、強いよ。これも、あ、これ普通かな、ごく一般的な、うん、ストレートな感じ、ね、うん、で、これは強い、強シャワーみたいな、うん、はい。で、これが一番の売りなんで、はい、これで顔を洗ってみたいと思います。はい、はい、それでは行きます。さあ、どうでしょうか。あ、チークがちょっと落ちた。足りない？まだ、うん、あの目の下のマスカラまだいっていい、うん、まだいっていい。じゃあ顔全部洗います。もしもし、冷たくない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 。目の下が冷たくない、目の下が冷たくない、あ、冷たくない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 、水の端、水の端、どうもです。ちょっと消えた。さあ、どうでしょうか。結構消えた。けどまだ見えないけど。油性マジックは全然ないね、うん、は、鼻の下がちょっと残ってるけど、多分そんなこすってないからだ。いや、ひげ、どうですかね。いや、鏡見ながら洗ってないからちょっとわかんないんだけど、どうですか。マスカラ落ちてる。マスカラ落ちてるね。ちょっと残ってるけど、残ってはいるけど、すぐ取れそうだ。眉毛に描いたのまだちょっと残ってる。残ってる。いや、でもこれ当てながらちゃんと擦れば、だってこれ洗剤使ってないですからね。洗剤なし。うわ、すごい。どうですか。ちょっと横見て。どうですか。ファンデーションは落ちてるかも。あ、ファンデーションちょっと落ちてる。どうですか。落ちてるかも。ちょっと目の周りがね、残ってるかなって感じ。うん、いや、でもすごいね、このマイクロバブルが気持ちいい。すごい気持ちいい。これ女性の方すごいいいんじゃないですかね。へー、柔らかい、あたりが柔らかい、めちゃくちゃ柔らかい。ミスト、ミスト、はい。じゃあ子供たちの頭の汗臭さがね、いや、潤えるかもしれない。これいいか、離れるとやっぱりちょっと冷たさあるよ、ね、やっぱり言ってて、でもそうでもないか。普通の距離で行けば何も何も感じない、うん、離れるとちょっと、うん、これすごい。はい、こんな感じです。はい、ということで、これは成功ですか。期待できるじゃないですか。期待できます。マイトレックスの秘宝ファインバブル、はい、プラスっていうやつです、ね、はい、はい、結構いい値段しますけど、よかったら。あれほどではないよね、
なんだっけあれ、元祖ミラブル、ミラブルの一番いいやつね、うんうん、はい、ミラブルほど高くはないですね。ミラブルの半分、半分ぐらい、うんうん、ミラブルゼロの半分ぐらい、うん、はい、ということで、これはあくまで個人の感想です。あの子供たちの頭の乾燥を防ぐのに買ってみました。はい、まあそういう感じですかね。はい、はい、この動画が参考になりましたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。